イザベラ・オブ・バロワは、イングランド王・リチャード2世の2番目の王妃。フランス王・シャルル6世と、王妃イザボード・バビエールの次女で、フランス名は、イザベル・ド・バロワ、または、イザベルとフランス。ブルターニュ・公ジャン5世妃ジャンヌ、ブルゴーニュ・公フィリップ3世妃ミシェル・ギュエンヌ・公、ルイ・トゥーレーヌ・公ジャン、イングランド王・ヘンリー5世妃カトリーヌ、フランス王・シャルルルル7世の姉。 1396年、百年戦争でフランスとイングランドの休戦を結ぶ条件として、6歳のイザベラが最初のオーヒアン・オブ・ボヘミアに先立たれた、リチャード二世の王妃となる。しかし1399年、夫の重帝ヘンリー・ボリングブルックが、リチャード二世を、ロンドン島に遊兵させると、イザベラもまた、ロンドン北西のソニングに遊兵され、夫に会うことを禁じられ、 翌1400年の夫の死すらも知らされなかった。1401年にヘンリー4世からフランスへの帰国を許されるが、当時は未亡人が故国へ戻る際に返還されるものであった。持参金は返還されなかった。1406年、重帝であるオルレアンコーシャルルと再婚したが、1409年にカズメジャンヌを出産した際に死亡した。ジャンヌはアランソンコー。 ジャン2世と結婚している。ABC 森 P30、軌道 P63、P81、ロイル P69P70、ロイル P99P100、軌道 P96、ロイル P108。ありがとうございます。